クロラムフェニコールは、バクテリアストレプトマイセスベナズウェイリー由来の、抗生物質であり、現在は、化学合成によって作られている。化合物名は2、2次クロロ N-2 ヒドロキシマイナス1、ヒドロキシメチルマイナス2、エチルアセトアミドである。類似化合物に、フロルフェニコールがあるが、こちらは動物のみる人には用いられていない。純粋なクロラムフェニコールのサンプル。 クロラムフェニコールは、ストレプトマイセスベナズウェイリーから得られた、抗生物質である。1947年に、パーク・デイビス社により発見された。ペニシリン、ストレプトマイシンについて開発されたが、これらよりも広範な抗菌スペクトルを持ち、グラム陽性、陰性菌、レプトスピラ、リケッチア、クラミドフィラに効果を示す。 クロラムフェニコールは発酵生産によって製造されていたが発酵法では生産されたクロラムフェニコールによって生産菌自体が死滅してしまうため現在は化学合成によって生産されているクロラムフェニコールはグラム陽性陰性にかかわらず多くの微生物に対して有効であるが再生不良性貧血を含む骨髄の損傷など人体に重大な副作用があるため 先進国においては、腸チ,チフスなど重大で生命の危機がある感染症、もしくは多剤体制のため本剤以外に選択肢がない場合にのみ用いられる。重大な副作用はあるものの安価な代替品が存在しないため、風は多くの発展途上国で小児の治療に使用することを容認している。ビブリオ属細菌を殺し切りを抑えるので、これらの治療に用いられる。 テトラサイクリン体性微分量にも効果がある。日本では、クロロマイセチンの製品名で注射剤、内服薬、外用剤、外耳炎や中耳炎の治療に用いる耳化溶液及び細菌性秩炎の治療に用いるクロマイ秩序がアルフレッサファーマを通じて医療用医薬品として発売されているほか、外用剤の難航については、第一三共ヘルスケアがドラッグストアなどで、 購入可能な一般用の可能性皮膚疾患用薬として、クロロマイセチン軟膏 2%A の製品名で発売されている。米国では点眼薬や軟膏もクロージグの名称で一般に販売されており、細菌性結膜炎、皮膚炎、生殖器感染症などの治療に使われる。クロラムフェニコールが両生類のカエルツボカビ症の特効薬であることが最近発見された。 カエルツボカビ症は、両生類の致死的な心筋症であり、1980年以降に絶滅したカエル120種のうち3分の1の原因であると推定されている。クロラムフェニコールは、幻覚生物である細菌の 50S リボソームに結合する。リボソーム上でのピーザのペプチジルトレナから A ザのアミノアシルトレナへのペプチドサイドを司る。 ペプチジルトランスフェラーゼを阻害し、タンパク質合成を妨害することにより、細菌の増殖を止める。一方、深核生物本体のリボソームは阻害しないため、深核生物への影響はバクテリアに比べればはるかに低い。人も、深核生物に属すため構成物質として使用できる。しかしながら、ミトコンドリアのリボソームは阻害されるため、 この点が副作用の主な原因となる。なお、3ドメインの残り一つである、個細菌は、細菌をターゲットとした、抗生物質は効かないことが多いが、クロラムフェニコールは有効である。ただし、細菌に比べれば、一般に効きにくい。腸内に存在する、メタン菌であるメサナスファイラスタットマニーの増殖は 4mgL で阻害できるが、 同様のメタン菌であるメサナブレビーバクターやメサナミセリンヒャカスは CAT を持つことから 25mgL、サルフォーラバスやヘイロバクテリアムは 23S など配列の違いにより 100mgL もの高濃度を必要とする。細菌であるクロストリジウムなどはメタン菌から CAT を獲得して耐性化した可能性がある。 クロラムフェニコール体制は CAT 遺伝子により与えられる。この遺伝子はクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼと呼ばれる酵素をコードする。この酵素はアセチル S 補酵素 A 由来のアセチル元を一つまたは二つクロラムフェニコールのヒドロキシ元に結合させる。アセチル化されることによってクロラムフェニコールはリボソームに結合できなくなる。人において 蛍光投与で速やかにほぼ全てが吸収される。血液中では 30%50% がタンパク質と結合しており、蛍光投与後約2時間で最大血中濃度となり、血中半減期は約2時間である。全身の組織に分布し、脳脊髄液などの体液にも分布する。約10%は未変化体のまま尿中に排泄され、残りは 肝臓で代謝され不活化される。クロラムフェニコールは水に溶解するため、人が口にすると苦味を感じることが知られている。そこで水に溶けにくくするために、例えばパルミチン酸とのエステルにしたもの、つまり、クロラムフェニコールパルミチン酸エステルの形にしたものを、蛍光投与する。パルミチン酸は、系統名では、ヘキサデカン酸となることからわかるように、 末端のカルボキシ元の部分を除くと炭素15個が直線的に連なった炭化水素でありこの部分は素水性を示すこのような理由でクロラムフェニコールの水への溶解度に比べてクロラムフェニコールパルミチン酸エステルの水への溶解度は低いのであるなおクロラムフェニコールパルミチン酸エステルからは人の体内に発現しているエステラーゼによって クロラムフェニコールが有利される。2019年2月までは、第一三共が製造販売を行っていたが、九州分割による長期収載品の販売一環に伴って、製造販売承人がアルフレッサファーマへ承継された、クロロマイセチンランコー 2%A。第一三共ヘルスケア株式会社。2019年5月7日閲覧。 クロラムフェニコールキュアーズカイトリディオマイコスス、RTM ポルター、JN バズビー、PJ ビショップ、MI バトラー、R スピア、フロックキラーフングスブレイクスルー、BBC ニュース2007年10月30日。ありがとうございます。